おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。東映京都撮影所、渦正物語ですね。春日大地さんの老作、あかん奴らを3枚におろしております。先週はお別れするときに、かながなかなか私の話を信用しませんで。うっさーうっさー <laughs> まあこれ、諸説あるのかもしれませんが、一応映画、映画関係者の中で、まあ通っている話なんでありますが、はい、スター・ウォーズのライト。セーバー。セーバーで戦う。<laughs> <laughs> あの、若き騎士たちがおります。宇宙戦士たちがおりますが、彼らのことをジェダイの戦士と言いますが、あのジェダイは東映時代劇。 えー、時代、時代、そこから来ているという。ん、えー、で,で、ヨーダって言いますが、うんうん、あれはスター・ウォーズを制作してるときに、ものすごく熱心に働いてた日本人スタッフ、ヨダさん。嘘<そ> <laughs> <laughs> 本当ですかヨダさんヨダさん、あれを伸ばして、あ彼、彼がヨーダよヨーダって呼ばれてるんで、えー、それで、あの、ヨーダっていう人が出てきた。<ー>から、ジェダイの騎士たちが来てるのは、もう皆さんもわかると思うますあ、柔道着であります。 そう、はい、あれ昔からね、不思議だったんですよ。柔道着みたいだなぁと思って見てたんですよね。もっと決定的、あんた決定的なこと知らないね。えスター・ウォーズの第一作目って、日本映画の真似から始まってんのよ。見てますよ、第一作。見たろはい。最初ロボットが砂漠の中歩いてくるでしょ、二人で。はいはいはい。同じカットがあんの。え、なんだろう。黒澤明、隠し取りでの三悪人。 ええ、そうなんですかそうよ。う私そ私、それ、袖を見てないな。配役全部一緒なのよ。お姫様がいて、<う>お城から逃げ落ちて、若き剣豪と共に逃げるという。で、敵方の奴が願いって、お姫様に協力し、お姫様が、その、お城を再興するっていう物語。スターウォーズです、それ。それは隠し砦りでの三悪人なんだ。<laughs> へえ、そうなんだ。つまりあれはジョージ・ルーカスが、時代劇に寄せた熱き思いが、 SF 映画になもう、ここから入るよな。なんで、ジョージ・ルーカスともあろうものが時代劇に惹かれたかわかる<え>あのさ、あの、拳銃で打ち合うのは、撮影方法は、カットバックなのよ。カットバックって何ですかカットバックって切り返すの。カナがピストルバーンと打つとこ取るわけ。はい。で、俺がバーンと打ち返すとこを取るわけ。はい。二回カメラこう、切り返すわけでしょうん。二度手間じゃん。はい。 チャンバラどうよ。<laughs> お前が剣を抜くまで取っといて、<laughs> はい、俺が剣を抜くまで取っといて、<laughs> あと<ー>はカチンって、つまぜり合いに入れば、ワンカットの中に二人が映り込む<ー>そして、剣銃で撃ち合うより、はるかに力感があるわけ。<ー> <laughs> うっうっ、わーっ,っていうのが。力感ね。はい。 だから SF でもわざわざ、うん、<laughs> あの一番の悪と戦うときは、やっぱり銃じゃなくて、日本刀で切り合わないと力感がという。うん、そうなんだ。うん。ちなみに話がごじゃごじゃして、何が正しいかわからないというような国際情勢のことを何ていうか知ってる国際情勢うん。わかんない。羅昇門っていうのよ。ええー え、え、そうなんですかラショーモンっていう。嘘これはあの、あれです。芥川龍之介の矢部の中を黒沢がラ生ショモンって映画にした。はい。一人の美女が二人の男に暴行されるんだけど、三、うん、人ともそれぞれ違うことを言って、実は真実はよくわからないという。て、うん、か、よくわからない。それのことをラッショーモン。ラショーモンラショーモンラショモンええー、知らなかった。さあ、<ー>話を元に戻しますね。はい。 話をうずまさんに戻しましょう。今でも、このうずまさでは、スケジュール主導の任務を負う制作部が力を持つんですね。はい。その制作のテンポは変わりません。ここではスケジュールが主役なんです。皆さん。うずまさでは、納期を守れない監督。はい。えから、時間通りに終わらない監督等々は、才能がないんです。うんそのスケジュール内で一本を制作する。それが、 うずまさで求められる政策なんです。だから、監督が凝って、公開日が伸びたなんていう、うずまさは絶対認めないんです。でけへんねん、あいつ。これだけで終わってしまう。<ー>ねえ。それから、かなり、これ覚えてないか。ロケ隊が出発するとき、本当に不思議なことに、制作部の女性が決まって横に並んで、車を見送るっていう。で、深く一礼した後、右手を上げて、国をゆっくり手で回して、 見えるところまで降り続けているという。はい、まるでその新珠湾攻撃に旅立つ赤城、そこから飛び立つゼロ戦、これから新珠湾攻撃に向かう、ね、97式の戦闘機を見送る空母の整備兵のようであったって言いますが、<laughs> この政作部の見送りも実は最初、ロ,ロケ隊、金がないから、みんな命がけで出発したんだって。 ほう旅館に泊まってロケやるのいいけど、税に持ってないんだって。その金が都合できるかどうかは後渡しなんで、うん、ロケ隊も、あの、全員警察に送られるって可能性もあるんだって。<laughs> 制作費がなくて、それで一期一会で、 ロケ隊が出発するときは製作部が全員並んで、検討いのるとかって言いながら出かけて行ったんだって。<laughs> <ー>その習慣が残ってて、未だにロケ隊を並んで見送るという。はい。さあ、1957年になります。東映は黄金期を築き,きつつありました。この頃はすごかったんですね。製作費もふんだんにかけられるようになったというね。うん、次々時代劇の傑作が生まれたんでございます。今週また。 え、始まりました。東映物語でございます。渦政物語でありますね。この続きまた明日のまな板の上で。武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。公共を迎えたチャンバラ映画、東映のチャンバラでございますね。はい、中村金之助が大スターになっていくんですね。はい、中村金之助、通称金ちゃん。 今の若い方金ちゃん横に走ると思っているかもしれませんが <laughs> 我々の頃の金ちゃんはそうじゃなかったんですよ中村金之助のことが金ちゃんだったんですよえ市川歌右衛門旗本退屈男これ皆さんよく真似されてるね崩しえっ 一川歌右衛門さんってね、ある短いカットだけど、まだ忘れないけどね、相手の男は担当を抜く、あの、あれです。拳銃を向けるんですよ。拳銃うん。はい。これ、ワンキャメです。<noise> おういう女、ひきょうな誰動くなら、動いてみようャハハ突然笑うんだよな。キャハハハひょうな飛び道具を使われば殺さぶ止めも出すな、なんか途中から何言ってかわかんなくなるんだけど、迫力はあるんだよな。 そのツーショットの引き絵の中でね、<laughs> はい、ワンキャメで、市川大門さんね、センス持ってるんですよ。大きめの。うんうん、それを畳んだかと思ったらね、ターンと投げるんですよ。綺麗 <laughs> に当たってんの、手に。<laughs> それぐらいの技術はあったんだね。あ、あ、そうか、本当に投げてるわけですよ、ね。本当に投げてるの、ワンキャメの中で。そ,そ,それでね、まあ何回かやったかもしれませんが、<ぁ>でも伝説はいっぱい残るの。 あのー、二刀黄門の立石をやってもらった立石のおじいちゃんいるんだけど、うん、そのじいちゃんだって若い時は片岡千恵蔵に勝っていくわけよはいは、ま、前話したよね、はい、だパーンと背中打たれるんだけど、うん、竹光ですよ上脱ぐと耳ズバレが毎一文字きれいに入ったっちゅう、うん、ほんでそれを先輩たちに見せて名誉の傷だってみんなが褒めてくれるっていう、うん、もっとすごい剣豪スター近衛重四郎っていう人がいるんだけど この人は若手の人には全員お腹に瓦一枚入れさせたっていう。はい。それで、あの、歯落とし。歯落としうん。歯だけ落としてある二本と切れないんだけど、鋼、はい、鉄と同じ重たさ。それでバーンと打つんだよ、腹を。うまい。だから十何人切って全員瓦割れてたてう。うわ、ちゃんと入ってるってことうん、ね、うん、綺、うん、に入ってる、えー。かっこいい。だから、この世重四郎の立ち回りって、すっごい迫力あったもん。えー、さあ、 さっき話の主役になりました。市川歌山さん。旗本退屈男。はい。この旗本退屈男、とにかく豪華衣装。西人の着物を着て登場するんです。はい。もうそれがすっごいの。刺繍入りの。うんもう金太郎に恋とかね。もう豪華絢爛な西人の、なんかあの、お相撲さんの回しみたいな。はい。あんな感じの衣装着てくる。これは全部、 歌たもんさんが、市川歌山さんが、西陣まで行って、折りとデザインを注文なさって、色柄注文つけて、糸から染めて折らせるんですって。うん、それぐらい豪華絢爛な衣装着てあった。うん、ところが、何本目かの作品で衣装を作りすぎた。はい。困った先生、歌たえも先生。うん、<laughs> 悪い奴をやっつけて、表玄関から出た時に着替えてたっていうの。<laughs> それほどあの貧乏してた、東映、渦政撮影所は景気が良くなったんですね。はいえー、さあ、1957年、東映は黄金期を迎えて、その折、もう本当に残念なことですが、渦政を築き上げた牧野光雄さん、この方がなんと48歳の若さで行ってしまうんですね。<あ>亡くなられるんです。<ー>それで、社長をやってらした大川博士さんは、 金と企画が任せられる人材がどうしても欲しいんです、撮影所にですね。それで目をつけて、こよ、この若者だったらいいだろう、つんで、うずまさに送り込んだ若者が、岡田茂という。はあ、広島出身のこの若者、東大卒で柔道部で鍛え上げ、まあ、いささか柄の悪いスタッフに囲まれましても、一歩もたじろがず、プロデューサーの立場を押し通すという。 そんな凄みのある方。この方もね、あの、春日さんがいっぱい書いてらっしゃるけど、現場でほとんど喧嘩ね。<ー>もう負けたら、ここのスタッフに舐められるってんで、はい、体張ってやってたっていう。根性座っとりますからね、はい、だんだんみんなが認めるようになった時の出来事でありますが、東映としては、専属のスターが欲しいわけです。で、 びっくりするようなスターを引っこ抜こうかっていう大計画が進んだ。はい。誰だと思うこのスター。ミソラヒバリ。<ー>ああ。ああ、そうなんですかこれはもう、はい。歌だけじゃないんだ。はい、もう映画から舞台からすべてに関してオールマイティという強さを持った方。えー、この方が、 小竹におりましては小竹は文芸作品に走るんで、どうもその大衆娯楽熱心じゃないということで、お母様が映画会社を変えようかと迷ってらっしゃるところにポンと東映がうちに来ませんかということで、岡田茂が引っこ抜きにかかるんですが、引っこ抜こうとした瞬間、大変な貢献人が、 その引っこ抜きの現場に現れるという、はい、もう本当に講段にしたいような名場面でございますが、<laughs> この次また明日の話題の上で。武田徹也今朝の三枚ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷からです。東映うず撮影所物語であります。二代目の撮影所長になりました、岡田茂。まだ青年でございます。若き日のエピソードでございますが、1957年、この東大卒柔道部で鍛え上げた広島弁の若者。初仕事がなんと、小竹からの大スターの引き抜き。その若手大スターの名前こそ、美空ひばり。うん、東映に引っこ抜こうという、 ことで秘密裏に進んだんでございますが、まずはこっそりと両者の話し合いがということで会うことになった。ひばりさんのところの交渉相手はと言いますと、ひばりさんのお母様。はあ、それで、まあお金の条件等々ずーっと進めていくんでありますけども、お母様から出された条件、出演映画のすべて、お嬢の名は右端のトップ。うん これが最低の条件。うん、お嬢の名前はトップ。はい。それを聞いた岡田いや、それはできませんと。おう,うちだって若手で中村金之助という俳優が伸び盛りで今、お<う>人気もございます。ご存知でしょうお母様。両者を共演させることが私の夢の企画でありますけども、その時は金之助が主役なんだから。うん金之助を右端のトップに持ってきます。はい。 それが映画の流儀です。はい。ただ、お母さんが。だったらもう行かなくていい。おお<ー>。うちのお嬢にそんな恥をかいてまで、私映画に出させようとは思いません。いや、待ってください。うわ、我々には映画を作る人間の流儀が、と言いかけますと、お母さんが飲めんと言うとりんないが、と、パーンと男が割り込んできた。誰もう、顔つきが、波じゃないんだな。<laughs> え 俺ら、貢献人じゃイバルさんの、と言った男の迫力が、うん、頼むんじゃない。どなたこれがまた運命でありますな。岡田さんの名前をひっくり返した、田岡という方なんですね。はい。田岡和夫さんでございますね。はい。それはもう、知る人ぞ知るという、膝頭が震えるような思いでありますが、はい、岡田、この辺やっぱこの人すごい、一歩も引かない。 そちらにはそちらの流儀があるかもしれませんが、私も東映京都渦正を背負って生きております。うん、金之助というような駆け出しな俳優でありますが、一生懸命芝居をやります。そいつが芝居の主役をやったときは、当然主役のところに名前を置くのが、映画の流儀です。それを飲めんと言うとるやないか。縛りの人気考えてみ、ぐーっと言い合いになった。その時に、田岡カ帰りまよ。 こんな若さ話しとってもあきまへんわって、お母さんが立ち上がった瞬間にお母さんの袖をパッと押さえたのが、なんと岡田ならぬ田岡。うん、たった一言、こいつまともなこと言うとります折れたという。うお母さん、この男間違いないですよ。<う>これだけ立派な筋闘争動画、ええー、作品作りますよ。金之助、たら言うたら、 あの、今人気すごいじゃないですか。お嬢と熊したら日本一の大ヒット作生まれますよ。一歩譲りましょう。譲っても価値ありますよこいつ。ああ、岡田さん岡田さんに震えてた、と思うんだよね。はい。そらなんせ、名前の響きが違うわ、岡田と田岡じゃ。それで、田岡が、わかった、我が主。お前の言いようにするわい。と立ち上がった時、捨て置いたセリフがールゲーしトるゃないか。 投ハやめたら打ちハえ、<laughs> 打ちこいってい言われてるああそこまで岡田さんを見込んだという<ー>岡田が後自分が広島出身ということもあって、はい、広島の高層市に目をつけ仁義、うん、なき戦いを発想した時<ー>地元の方々に騒がないようにとこの方経由で連絡がいったという。うん この辺りがね。かっこいいなぁ。そう言ってしまうよね。警察の方、えー、すいませんね、お聞きの方ね。<laughs> あ、すいません。ええー。でも、えー、これはね、春日さんがね、ものすごい勢いで書いてるんですけども、えー、これだけは皆さん覚えておいてくださいと。確かに、田岡という方です。今では広域の暴力団ということで指定されておりますが、はい、この時、この両者、東映と田岡さん率いる一家には、金銭授与の関係は一切なかったと。 黒い金が東映から流れるなんてことは一回もなかったと。はい、田岡さんは前売り券はきちんとお買いになったけども、だからと言って俺が話をしてやったと言うから、金よこせ等うの要求は一度もなさらなかった親分でしたと。ふん。二人の間、岡田田岡の中にあったのは、この春日さんが調べた結果、友情のみであったという。このあたり、 の皆さんの理解にお任せしますけども。はい、やっぱり何かあったんじゃないですかねひ。ひどくひばりさんのその関係のことで、あの、お嫌いになる方もその当時いっぱいいらっしゃったんですよ。文化人の方でひばりには暴力団との結びつきとかってあったんですが、<え>ひばりさんに寄せる思いも、田岡さんは本当に娘のように可愛がっていたということなんでありますな。はい、とりあえず、その伝説を私は信じたいというふうに思います。さて、 岡田は牧野から渡された伝統を守るわけですな。創立にかかわった片岡千恵蔵市川歌右衛門に対しては手厚い配慮。その後、とにかく映画一本の主役さんに関しては東映は徹底して、えー、その何と言いますか、スター主義を押し通すわけですな。うん、その伝統は今も生きてると思いますな。この続きまた明日の真似の,の上で。武田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。高田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。戦後すぐの東映時代劇から、砂利救いと言われつつも、子供向け時代劇、そして本格的時代劇ですな、大人を喜ばせるための時代劇を確立した東映で、えー、あります。中村金之助さんという、東映が生んだスターですね。この方はやっぱり一目置くに値しまして、渦政で最も愛された、 俳優だったんではなかろうかと。はい、1957年の笛吹き同時から、ひばり相手の青春時代劇。そして後に、文芸大作でありますが、宮本武蔵なんかおやになりまして、はい、テレビでは、小連れの狼とか、お、はい老兵班課長、等々も、 おやりであります。だから、やっぱ本当によく働いた方ですね。で、この方、今でも伝説残っておりますが、とにかく断るごとにスタッフを誘って飲む、飲み会を開き、え、大工仕事の美術スタッフまで、祇園に案内して一杯やるという。だから本当にやっぱ愛されたんですって、うずスタッフから。はい、ただしです。こっからがただしがつくんです。はい、京都。 渦ずませがあります。はい、戦後すぐのことでありますから、今日の祇園とか、市場河原町等々歩きますと戦後すぐでございますから、通りにはやっぱりね、チンピラの方が多かった。うん、そこで中村金之助という新身のスターが、一杯飲んでるなんて、えー、聞きますとですね、半分嫌がらせもあって、たかりに来るやからが大勢いたそうであります。はい、で、その、 中村金之助に関しまして、やっぱ、牧野さんがものすごく失敗なさった。はい、夜飲み行くのはいいけど、妙な奴が絡んでくるから、と。うん、言うんで、これ牧野さん、お亡くなりになった牧野さんが、彼にね、波川正夫と、もう名前ズバリ言いましょうね。浪川正夫っていう、ガードマンをつけた。ガードマン、うん、はい。この浪川さんがね、ちょっとやっぱね、背中に本物 おお背負ってらっしゃいまして。<ー>もちろん、あの、左手小指。これいろいろあって、もう、すでになかったという。はいはい。この方が、あの、金之助さんが楽しく遊んでるのを邪魔するチンピラがいたんで、分けて入って、これは何してんのやな邪魔すんなやとかって、守ってくれた。はい。だからいつの間にか、うずままで送り届けることがあったのを見ていた、牧野さんが、 お前、俺んとこで制作の仕事せえって,ってはい。映画の制作スタッフになったんですよ。ほう<ー>。それで、制作の仕事を一生懸命、あの、やってたというね。<ー>でその他、これ、あの、うずまのスタッフから聞いたんですけど、祇園で、金之助さんに7人絡んできた。はい。だから、ボンボンっつって言ってて、パーッと、金之助さんを鴨川に逃がして、7人がいて、うん、えあっという間だったって。<laughs> 映画のシーンみたい、ね、本当に映画。本当に映画。本当に世の中に人を殴る人は、<laughs> で、上手な人がいるんだって初めて見たって言ってた、そのスタッフがね。<laughs> はい、目の前で見たんだろうな。でもね、この人あのそ,その、その辺の筋もんなんだけど、あの、あれですね、あの、 トラトラトラって、知らないかいや、そういうね、巨大な、あの、ハリウッド制作の戦争映画があった。日米合作映画。はいはい、黒沢明さんが監督するはずだったんですけど、揉めって降りたんですよ。うん、降りた後、東映の監督さん二人が、増田さんと深作さんがその任に。で、その時に、北九州の郊外に巨大なセットを作ってたんですよ。その映画のための。うんはい、その時に、並川さんは、 北九州でしょはい。なんかっちゃいけないっつんで、一件一件全部挨拶に回られて、全くトラブルがなかったそうで。<ー>筋と話を通したっていうんで、ハリウッドも大喜びで<ー>彼の影の苦労、努力に感謝して、本人が嫌がったんですけども、クレジットで一番最後映画が終わると、ローマ字ではありますが、アシスタントプロデューサーで、 何かは正さって名前が上がってくるんですね。<ー>本当に感謝されたみたいですね。はい、彼はやがて、あの、うずまさのガードマン、門番のおじいちゃんになっちゃうんですよ。あそうなんだ。で、ずーっといらっしゃったって。これ有名な話ですね。小指のないガードマンつってね。ん入り口のところに立って、いらっしゃいませよろしくお願いしますって言いながらこう、踏切の棒を上げるおじいちゃんでね。 これも本当に、春日さんがちゃんと見落としなく書いてあるらっしゃいますけど、はい、死ぬまでうずまさに通われたっていうね。うで、亡くなられた時は、あ、なで彼を乗せた、あ、霊柩者が、うずまさの書内を一周した。その時に、あの、全スタッフが、スタジオの前に並んで、波川さんの、 レーちゃんとしてお疲れさんでございましたって声をかけて送り出したという。うん、はい今はないかもしれませんがその並川さんを肩引き寄せるようにしてにっくり笑って高倉健さん写真撮ってらっしゃる、うん、うん、多分んあの川獅子ボタンの頃でしょうね、うんえー。並川さんは恥ずかしそうにこう下を向いてらっしゃるんですが健さんがもう満面の笑顔で あんな健さんの映画珍しいですね。それがあの、この間まで、うずまさんの食堂に貼ってあったんですがね。ね私はその健さんのナチュラルな笑顔が不思議でね、<ー>横にいるじいちゃん誰だろうかなと思ったら、はい。うずまさの伝説のスタッフだった。はい。というわけでありますですね、はい。謎っておっしゃってましたもんね。このおじいさんは誰なんだろうっていうね。<ー>うでもいいよななんか、レキューが人前したときに、 スタッフがな、全員なんで、大げねえ大げねーって言ったという。これこそ映画になりそうですね。はい、この続き、こう、ご記載でございます。武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。春日太一さんの、都営撮影所、うず物語。まあ、うず撮影所の、まあ、歴史でありますね。 全編480ページで、ここまで、2週間語ったところで、140ページでした。1950年代後半までです。はい。つまりですね、まだ340ページ残ってるんですね。あそうですええー。ですから、語り終えないんですが、2>, はい、2週間を一応の区切りとしておきたいと思います。はいはい、年間100本という時代劇の量産体制に入って、東映というのは東方大映、松竹日活を圧倒していくわけであります。 さらに、東映は、この十四郎、若山富三郎も引き抜き、東映渦正城、万全な体制が、できるわけであります。さらに、この50年代後半から、現代劇の方にも意欲を見せまして、東映の大泉、東京の方でも、現代劇の日活に対抗して、スタートするわけですが、京都渦政撮影所の方は徹底して、 チャンバラ映画にこだわったわけであります。しかし、1960年代、大きな波が映画に訪れます。それはですね、年間の映画を見た人の総人数が10億人だったのが、このあたりぐらいから半分の5億人に落ちていくんですよ。はい、そうなんです。テレビが始まりまして、またデジャー産業が多様化し始め、楽しみが映画以外にも散っていくわけですね。 でも、頑固な投影は、それでもチャンバラ映画にこだわりまして、早やむ大名、暴れ大名、幻大名、若君千両傘、剣豪天狗祭り、くらま八天狗とか、もうとにかく時代劇を量産していくんですけども、やっぱり申し訳ありませんが、蘇生乱造の間、否めなく、時代劇は、マンネリのループに、 はまってしまうんでありますな。うんはい、それでも岡田茂る、まあ撮影所長は本社からの命令もあり、大金を注ぎ込んで時代劇のヒットを待つんですけども、決定的な事件が起きます。はい。これは、あの、日本の映画史においても、巨大な出来事ですね。東映の時代劇が一 ペンに色あせる一本の映画が誕生するの。その映画を見た瞬間、東映の時代劇見に行かなくなっちゃう。えーと、ま、何年ぐらいの話ですか ?1961 年です。わあ、なんだろう。1961年春。はい、しかも現代劇を得意とするあの東宝が、巨匠黒沢明を使って、時代劇をやったんです。あ。その時代劇こそ、用心棒。 三船敏郎の。はい、この洋人棒が61年春公開されまして、うん、これ時代劇なんですが、全く違うんです。うん、東映時代劇とは。はい、なんと日本刀を抜きますと、日本刀で風を切る音、あるいは人肉を切った瞬間の音、うん、剣が触れ合った時がチャリーンという音、うん、そして吹き出す流れ出す血まで、はい、映画がリアリズムを帯びたんです。 それまで東映時代劇チャンバラは一切血が出てなかったんですが、血が吹き出す時代劇を黒沢が作ってしまうと、もう様式日の東映チャンバラ映画つまらなくなってしまうんです。東映は焦って懸命に同じような時代劇を作るんですが、この東方の用心棒の成功で、大映は1962年、 勝新太郎という若造を使って、ザト市という白黒映画を作るんですよ。はいはい、盲目のマッサージ師、生態師の、それが、居合で人を切るという。うん、そして、今までハンサム路線を走ってきた、市川雷蔵が、忍びのもの、リアルな、時代劇。うん、そして、次の年には、またショックですね。黒沢が、椿三十郎を作るんです。ああ。はい。 あの、なんだっけ、あれ、あの、ハリウッド映画で、ボディーガード。ボディーガードうん。ケビン・コスナー。ケビン・コスナー、はい。あケビン・コスナーが、あの、日本人町に映画見に行くだろ、黒人の。ホイトニー・ヒューストン演じる。ホイトニー・ヒューストンとこっそり。うわ、そんなシーンありましたっけ何も覚えてなね覚えてない。何の映画見たか、を忘れたろ。え、何、何でした用心棒みたい。ええ、そうでしたっけうわ、そうなんだ。ケビン・コスナーの映画のタイトルはえ なんていう映画だよ、その映画。ボディーガード。用心棒じゃね <laughs> い。やだ <laughs> そのままかっぱらったんだよ。面白いへえ。ケビン・コスナーのお家には日本刀が置いてあったろ。あ、面白いなぁ。格のごとく重大な影響を与えて、<ー>なんと皆さん悲しい言葉で締めくらざるを得ませんけども、 東映チャンバラ映画はここから真っ逆さまに落ちていくんであります。ところが、岡田茂という根性者が、こっから新しいタイプの人気映画を発送していくんですよ。はい。これが人気なき戦いとなるわけですね。はい 東映の戦いはこの後も続くんでありますが、またチャンスがありましたら、河地しぼたん、仁義なき戦い、網走万が一に続く、はい、東映アクション映画の歴史、渦政の歴史、辿っていきたいというふうに思います。来週はまた別のネタで、でねはい、というわけでございまして、はい、私、ケツカッチン、これに <laughs> <laughs> にか,かかるんですが、引っこ抜こうとした瞬間、大変な貢献人が、 その引っこ抜きの現場に現れるという、はい、もう本当に講談にしたいような名場面でございますが、<laughs> この次また明日のワナイトの上で。武田徹也今朝の三枚ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。東映渦正撮影所物語であります。二代目の撮影所長になりました岡田茂。まだ青年でございます。若き日のエピソードでございますが、1957年、この東大卒柔道部で鍛え上げた広島弁の若者。初仕事がなんと、小竹からの大スターの引き抜き。 その若手大スターの名前こそ、ミソラヒバリ。東映に引っこ抜こうということで、秘密裏に進んだんでございますが、はい、まずはこっそりと両者の話し合いが、ということで、会うことになった。ヒバリさんのところの交渉相手はと言いますと、ヒバリさんのお母様。はあ、それで、まあお金の条件等々ずーっと進めていくんでありますけども、お母様から出された条件、 出演映画のすべて、お嬢の名は、右端のトップ。うん。これが、最低の条件。うん、お嬢の名前は、トップ。はい。それを聞いた岡田は、いや、それはできませんと。おう,うちだって若手で中村金之助という俳優が伸び盛りで、今、<う>人気もございます。ご存知でしょう、お母様。両者を共演させることが私の夢の企画でありますけども、その時は、 金之助が主役なんだから。金之助を右端のトップに持ってきます。はい。それが映画の流儀です。はい。ただ、お母さんが。だったらもう行かなくていい。お<ー>うちのお嬢にそんな恥をかいてまで私映画に出させようとは思いません。いや、待ってください。わ、我々には映画を作る人間の流儀が、と言いかけますと、お母さんが飲めんと言うとりやないが、とパーンと男が割り込んできた。 <誰>おお、顔つきが、波じゃないんだな。<laughs> <え>俺はら、人献忍者、イバさんの、と言った男の迫力が、頼むんじゃない。どなたこれがまた運命でありますな。岡田さんの名前をひっくり返した、田岡という方なんですね。はい、田岡和夫さんでございますね。はい、それはもう、知る人ぞ知るという、 膝頭が震えるような思いでありますが、はい、岡田、この辺やっぱこの人すごい、一歩も引かない。はい、そちらにはそちらの流儀があるかもしれませんが、私も東映京都渦正を背負って生きております。はい、金之助というような駆け出しな俳優でありますが、一生懸命芝居をやります。そいつが芝居の主役をやったときは、当然主役のところに名前を置くのが、映画の流儀です。 それを飲めんと言うとるんやないか。縛りの人気考えてみに、ぐわーっと言い合いになった。その時に、タオカんかりまえよ。こんなわ若さ話しとってもあきまへんわ。って、お母さんが立ち上がった瞬間にお母さんの袖をパッと押さえたのが、なんと岡田ならぬタオカ。うん、たった一言、こいつまともなこと言うとりますせん。折れたという。うん お母さん、この男間違いないですよ。<ー>これだけ立派な筋闘争動画、ええー、作品作りますよ。金之助、たら言うたら、あの、今人気すごいじゃないですか。お嬢と熊したら日本一の大ヒット作生ありますよ。一歩譲りましょう。譲っても価値ありますぜ、こいつ。あら岡田さん、岡田さんに震えてたと思うんだよね。はい。そらなんせ。 名前の響きが違うわ。二<ー>戸公門のたてしをやってもらった,たてしのおじいちゃんいるんだけど、うん、そのじいちゃんだって若い時は片岡知恵蔵に勝っていくわけよ。はい。甘い、ま、話だよね。はい、だパーンと背中打たれるんだけど、うん、竹光ですよ。上脱ぐと耳ズバレが真一文字きれいに入ったっていう。うん、ほんでそれを先輩たちに見せて、名誉の傷だってみんなが褒めてくれるっていう。<ー>もっとすごい剣豪スター、この江十四郎っていう人がいるんだけど、 この人は若手の人には全員お腹に瓦一枚入れさせたっていうの。はい。それで、あの、歯落とし。歯落としうん。歯だけ落としてある日本と<ー>切れないんだけど、鋼鉄と同じ重たさ。それでバーンと打つんだよ、腹を。うわい、いだ十何人切って全員瓦割れてたてう。うわ、ちゃんと入ってるってことですね、うん。うんうん、綺に入ってる、えー。かっこいい。だから、この世純四郎の立ち回りって、すっごい迫力あったの。えー、さあ、はい さっき話の主役になりました。市川歌山さん。旗本退屈男。はい。この旗本退屈男、とにかく豪華衣装。西人の着物を着て登場するんです。はい。もうそれがすっごいの。刺繍入りの。うもう金太郎に恋とかね。もう豪華絢爛な西人の、なんかあの、お相撲さんの回しみたいな。はい。あんな感じの衣装着てくる。これは全部、 歌山さんが、市川歌山さんが、西陣まで行って、折りとデザインを注文なさって、色柄注文つけて、糸から染めて折らせるんですって。うん、それぐらい豪華絢爛な衣装を着てあった。うん、ところが、何本目かの作品で衣装を作りすぎた。はい。困った先生、歌山先生。うん、<laughs> 悪いやつをやっつけて、表玄関から出た時に着替えてたっていうの。<laughs> それほどあの貧乏してた、東映、渦政撮影所は景気が良くなったんですね。はいえー、さあ、1957年、東映は黄金期を迎えて、その折、もう本当に残念なことですが、渦政を築き上げた牧野光夫さん、この方がなんと48歳の若さで行ってしまうんですね。<あ>亡くなられるんです。<ー> 社長をやってらした大川博さんは、金と企画が任せられる人材がどうしても欲しいんです、撮影所にですね。それで目をつけて、こよ、この若者だったらいいだろう、つんで、うずまさに送り込んだ若者が、岡田茂という。広島出身のこの若者、東大卒で柔道部で鍛え上げ、ま、いささか柄の悪いスタッフに囲まれましても、一歩もたじろがず、プロデューサーの立場を押し通すという。 そんな凄みのある方。この方もね、あの、春日さんがいっぱい書いてらっしゃるけど、現場でほとんど喧嘩ね。う<ー>もう負けたら、ここのスタッフに舐められるって言うんで、はい、体張ってやってたっていう。根性座っておりますからね、はい、だんだんみんなが認めるようになった時の出来事でありますが、東映としては、先族のスターが欲しいわけです。で、びっくりするようなスターを引っこ抜こうか っていう大計画が進んだ。はい。誰だと思うこのスター。美空ひばり<ー>ああ。ああ、そうなんですかそれはもう、歌だけじゃないんだ。はい、もう映画から舞台からすべてに関してオールマイティという強さを持った方。えー、この方が、松竹におりましては松竹は文芸作品に走るんで、どうもその大衆娯楽熱心じゃないということで、お母様が、 映画会社を変えようかと迷ってらっしゃるところにポンと東映がうちに来ませんかと。いうことで、岡田茂が引っこ抜きの、あ、岡田と田岡じゃ。それで、田岡が分かった、我が主、お前の言いようにするわいと立ち上がった時、捨て置いたセリフが映画業しとるやないか。東映やめたらうち来い。<laughs> うち来い。 ってうう言われてああ <laughs> そこまで岡田さんんを見込んだという<ー>岡田が後自分が広島出身ということもあって、はい、広島の高層市に目をつけ仁義、うん、なき戦いを発想した時<ー>地元の方々に騒がないようにとこの方経由で連絡がいったという。うん この辺りがね。かっこいいなーそう言ってしまうよね。警察の方、えー、すいませんね、お聞きの方ね。<laughs> あ、すいません。ええー。でも、えー、これはね、春日さんがね、ものすごい勢いで書いてるんですけども、えー、これだけは皆さん覚えておいてくださいと。確かに、田岡という方です。今では広域の暴力団ということで指定されておりますが、はい、この時、この両者、東映と田岡さん率いる一家には、金銭授与の関係は一切なかったと。 黒い金が東映から流れるなんてことは一回もなかったと。はい、田岡さんは前売り券はきちんとお買いになったけども、だからと言って俺が話をしてやったと言うから、金よこせ等うの要求は一度もなさらなかった親分でしたと。ふん。二人の間、岡田田岡の中にあったのは、この春日さんが調べた結果、友情のみであったという。このあたり、 の皆さんの理解にお任せしますけども、はい、やっぱり何かあったんじゃないですかねひ。ひどくひばりさんのその関係のことで、あの、お嫌いになる方もその当時いっぱいいらっしゃったんですよ。文化人の方でひばりには暴力団との結びつきとかってあったんですが、<え>ひばりさんに寄せる思いも、田岡さんは本当に娘のように可愛がっていたということなんでありますな。はい、とりあえず、その伝説を私は信じたいというふうに思います。さて、 岡田は牧野から渡された伝統を守るわけですな。創立にかかわった片岡千恵蔵、市川歌右衛門に対しては手厚い配慮。その後、とにかく映画一本の主役さんに関しては東映は徹底して、えー、その何と言いますか、スター主義を押し通すわけですな。その伝統は今も生きてると思いますな。この続きまた明日のマネジャーの上で。 おはようございます。高田哲也です。おはようございます。水谷方です。戦後すぐの東映時代劇から、砂利救いと言われつつも、子供向け時代劇、そして本格的時代劇ですな、大人を喜ばせるための時代劇を確立した東映で、えー、あります。中村金之助さんという、東映が生んだスターですね。この方はやっぱり一目置くに値しまして、渦政で最も愛された、 俳優だったんではなかろうかと。はい、1957年の笛吹き同時から、ひばり相手の青春時代劇。うん、そして後に、文芸大作でありますが、宮本武蔵なんか親やりになりまして、はい、テレビでは、小連れの狼とか、お、はい平犯課長等々も、 おやりであります。だから、やっぱ本当によく働いた方ですね。で、この方、今でも伝説残っておりますが、とにかく断るごとにスタッフを誘って飲む、飲み会を開き、え、大工仕事の美術スタッフまで、祇園に案内して一杯やるという。だから本当にやっぱ愛されたんですって、うずまさスタッフから。はい、ただしです。こっからがただしがつくんです。はい、京都。 渦ま正があります。はい、戦後すぐのことでありますから、今日の祇園とか、市場河原町等々歩きますと戦後すぐでございますから、通りにはやっぱりね、チンピラの方が多かった。うん、そこで中村金之助という新進のスターが、一杯飲んでるなんて、えー、聞きますとですね。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。東映京都撮影所、渦正物語ですね。春日大地さんの老作、あかん奴らを3枚におろしておりますえ。先週はお別れするときに、香奈がなかなか私の話を信用しませんで。うっさーうっさー <laughs> まあこれ、諸説あるのかもしれませんが、一応映画、映画関係者の中で、まあ通っている話なんでありますが、はい、スターウォーズのライト。セーバー。セーバーで戦う。<laughs> あの、<laughs> 若き騎士たちがおります。宇宙戦士たちがおりますが、彼らのことをジェダイの戦士と言いますが、あのジェダイは東映時代劇。 えー、時代、時代、そこから来ているという。ん、えー、で,で、ヨーダって言いますが、うんうん、あれはスター・ウォーズを制作しているときに、ものすごく熱心に働いてた日本人スタッフ、ヨダさん。嘘<そ> <laughs> <laughs> 本当ですかヨダさんヨダさん、あれを伸ばして、あ彼、彼がヨーダよヨだダって呼ばれてるんで、えー、それで、あの、ヨうダっていう人が出てきた。<ー>から、ジェダイの騎士たちが来てるのは、もう皆さんもわかると思います。あ、柔道着であります。 そう、うん、あれ昔からね、不思議だったんですよ。柔道着みたいだなぁと思って見てたんですよね。もっと決定的、あんた決定的なこと知らないね。えスター・ウォーズの第一作目って、日本映画の真似から始まってんのよ。見てますよ、第一作。見たろはい。最初ロボットが砂漠の中歩いてくるじゃお二人で。はいはいはい。同じカットがあんの。え、なんだろう。黒澤明、隠し撮りでの三悪人。 ええ、そうなんですかそうよ。私それ、それ、袖を見てないな。配役全部一緒なのよ。お姫様がいて、<う>お城から逃げ落ちて、若き剣豪と共に逃げるという。で、敵方の奴が願いって、お姫様に協力し、お姫様が、その、お城を再興するっていう物語。スターウォーズです、それ。それは隠し砦りでの三悪人なんだ。<laughs> へえ、そうなんだ。つまりあれはジョージ・ルーカスが、時代劇に寄せた熱き思いが、 SF 映画なはもう、ここから入るよな。なんで、ジョージ・ルーカスともあろう者が時代劇に惹かれたかわかる<え>あのさ、あの、拳銃で撃ち合うのは、撮影方法は、カットバックなのよ。カットバックって何ですかカットバックって切り返すの。カナがピストルバーンと打つとこ取るわけ。はい。で、俺がバーンと打ち返すとこを取るわけ。はい。二回カメラこう、切り返すわけでしょうん。二度手間じゃん。はい。 チャンバラどうよ。<laughs> お前が剣を抜くまで取っといて、<laughs> 俺が剣を抜くまで取っといて、<laughs> あ,<ー>あとはガチーンってつまぜり合いに入れば、ワンカットの中に二人が映り込む。はい、そして、剣銃で打ち合うより遥かに力感があるわけ。<ー> <laughs> うわーっうぅ、ううかっていうのが。力感ね。はい。 だから SF でもわざわざ、うん、あの一番の悪と戦うときは、やっぱり銃じゃなくて、日本刀で切り合わないと力感がという。うん、そうなんだ。うん。ちなみに話がごじゃごじゃして、何が正しいかわからないというような国際情勢のことをなんていうか知ってる国際情勢うん。わかんない。羅昇門っていうのよ。ええー そうなんですかラッショーモンっていう。嘘これはあの、あれです。芥川龍之介の矢部の中を黒沢がラショーモンって映画にした。はい。一人の美女が二人の男に暴行されるんだけど、三、うん、人ともそれぞれ違うことを言って、実は真実はよくわからないという。て、うん、か、よくわからない。それのことをラッショーモン。ラショーモンラショーモンラショモンええー、知らなかった。さあ、話を元に戻しますね。えー、はい。 話をうずまさに戻しましょう。今でも、このうずまさでは、スケジュール主導の任務を追う制作部が力を持つんですね。はい。その制作のテンポは変わりません。ここではスケジュールが主役なんです。はい、皆さん。うずまさでは、納期を守れない監督。はい。えから、時間通りに終わらない監督等々は、才能がないんです。うんそのスケジュール内で一本を制作する。それが、 うずまさで求められる政策なんです。だから、監督が凝って、公開日が伸びたなんていう、うずまさは絶対認めないんです。でけへんねん、あいつ。これだけで終わってしまう。<ー>ねえ。それから、かなり、これ覚えてないか。ロケ隊が出発するとき、本当に不思議なことに、制作部の女性が決まって横に並んで、車を見送るっていう。で、深く一礼した後、右手を上げて、国をゆっくり手で回して、 見えるところまで降り続けているという。はい、まるでその真珠湾攻撃に旅立つ赤城そこから飛び立つゼロ戦、これから真珠湾攻撃に向かう、ね、97式の戦闘機を見送る空母の整備兵のようであったって言いますが、<laughs> この政作部の見送りも実は最初、ロ,ロケ隊、金がないから、みんな命がけで出発したんだって。 旅館に泊まってロケやるのいいけど、税に持ってないんだって。その金が都合できるかどうかは後渡しなんで、うん、ロケ隊も、あの、全員警察に送られるって可能性もあるんだって。<laughs> 制作費がなくて、それで一期一会で、 ロケ隊が出発するときは制作部が全員並んで、検討員のおるとかって言いながら出かけて行ったんだって。<laughs> へ<ー>その習慣が残ってて、未だにロケ隊を並んで見送るという。はい。さあ、1957年になります、東映は黄金期を築き,きつつありました。この頃はすごかったんですね。制作費もふんだんにかけられるようになったというね、うん、次々時代劇の傑作が生まれたんでございます。今週また。 え、始まりました、東映物語でございます。渦政物語でありますね。この続きまた明日のまな板の上で。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。公共を迎えたチャンバラ映画、東映のチャンバラでございますね。はい。中村金之助が大スターになっていくんですね。はい。中村金之助、通称金ちゃん。 今の若い方金ちゃん横に走ると思っているかもしれませんが <laughs> 我々の頃の金ちゃんはそうじゃなかったんですよ <laughs> 中村金之助のことが金ちゃんだったんですよ市川歌右衛門旗本退屈男これ皆さんよくマネされてるねっでもね 一川歌門さんってね、ある短いカットだけど、まだ忘れないけどね、相手の男は担当を抜く、あの、あれつ拳銃を向けるんですよ。拳銃うん。はい。これ、ワンキャメです。おういうなひょうな誰動くなろ動いてみよう突然笑うんだよな。キはッはッひょうの飛び道具を使われば、このサブトメモ出すな、なんか途中から何言ってるかわかんなくなるんだけど、迫力はあるんだよな。 そのツーショットの引き絵の中でね、<laughs> はい、ワンキャメで、市川大門さんね、センス持ってるんですよ。大きめの。うんうん、それを畳んだかと思ったらね、ターンと投げるんですよ。綺麗 <laughs> に当たってんの、手に。<laughs> それぐらいの技術はあったんだね。<laughs> あ、あ、そうか、本当に投げてるわけですよ、ね。本当に投げてるの、ワンキャメの中で。そうか、そうか。それでね、まあ何回かやったかもしれのません <laughs> でも伝説はいっぱい残るの。 あのチャンバラでございますね、はい、中村金之助が大スターになっていくんですね、はい、中村金之助通称金ちゃん今の若い方金ちゃん横に走ると思っているかもしれませんが <laughs> 我々の頃の金ちゃんはそうじゃなかったんですよ <laughs> <laughs> 中村金之助のことが金ちゃんだったんですよ市川歌右衛門旗本退屈男これ皆さんよく真似されてるね後半流生還崩し っていう人ですよね <laughs> でもね市川歌右衛門さんってねある短いカットだけどまだ忘れないけどね相手の男は担当を抜くあのあれです拳銃を向けるんですよ拳銃うんはいこれワンキャメです <laughs> おうい女ひきょうな昭南誰動くなう。動いてみよう <laughs> 突然笑うんだよな昭な <laughs> 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 れを止め戻すな,なんか途中から何言ってか分かんなくなるんだけど、<laughs> 迫力はあるんだよな。そのツーショットの引き絵の中でね、<laughs> はい、ワンキャメで、市川太衛門さんね、センス持ってるんですよ。大きめの。それを畳んだかと思ったらね、ターンと投げるんですよ。綺麗に当たってんの、手に。<laughs> それぐらいの技術はあったんだね。 あ,あ、そうか、本当に投げてるわけですう、ね、ん、本当に投げてるの、ワンカメの中でそ。そうか、そうか。それでね、まあ何回かやったかもしれのません、うん、でも伝説はいっぱい残るの。<ー>あのー、<ー>二戸公文の盾師をやってもらった盾師のおじいちゃんいるんだけど、うん、そのじいちゃんだって若い時は片岡知恵殿にカッて、をゆっくり手で回して、 見えるところまで降り続けているという。はい、まるでその真珠湾攻撃に旅立つ赤城、そこから飛び立つゼロ戦、これから真珠湾攻撃に向かう、ね、97式の,の戦闘機を見送る空母の整備兵のようであったって言いますが、この製作部の見送りも実は最初ロ、ロケ隊、金がないから、みんな命がけで出発したんだって。 旅館に泊まってロケやるのいいけど、税に持ってないんだって。その金が都合できるかどうかは、後渡しなんで、うん、ロケ隊も、あの、全員警察に送られるって可能性もあるんだって。<laughs> 制作費がなくて。<laughs> それで一期一会で、ロケ隊が出発するときは制作部が全員並んで、検討員のおるとかって言いながら出かけていったんだって。<laughs> <ー>その習慣が残ってて、 未だにロケ隊を並んで見送るという。はい。さあ、1957年になります、東映は黄金期を築き,きつつありました。この頃はすごかったんですね。制作費もふんだんにかけられるようになったというね、う次々時代劇の傑作が生まれたんでございます。今週また、えー、始まりました、東映物語でございます。渦正物語でありますね。この続きまた明日の物言板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。故郷を迎えたチャンバラ映画、東映の。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。東映京都撮影所、渦正物語ですね。春日大一さんの老作、あかん奴らを3枚におろしておりますえ。先週はお別れするときに、か奈が、 なかなか私の話を信用しませんで。嘘、嘘。<laughs> まーーま、これ、諸説あるのかもしれませんが、一応映画、映画関係者の中で、まあ、通っている話なんでありますが、はい。スターウォーズのライト。セーバー。セーバーで戦う。あの、<laughs> 若き騎士たちがおります。宇宙戦士たちがおりますが、彼らのことをジェダイの戦士と言いますが、あのジェダイは、東映時代劇。 えー、時代、時代、そこから来ているという。えー、で,で、ヨーダって言いうのがありますが、うんうん、あれはスター・ウォーズを制作しているときに、ものすごく熱心に働いてた日本人スタッフ、ヨダさん。嘘<そ> <laughs> <laughs> 本当ですかヨダさんヨダさん。あれを伸ばして、あ彼、彼がヨーダよヨだダって呼ばれてるんで、えー、それで、あの、ヨうダっていう人が出てきた。<ー>から、ジェダイの騎士たちが来てるのは、もう皆さんもわかると思います。あ、柔道着であります。 そう、うん、あれ昔からね、不思議だったんですよ。柔道着みたいだなぁと思って見てたんですよね。もっと決定的、あんた決定的なこと知らないね。えスター・ウォーズの第一作目って、日本映画の真似から始まってんのよ。見てますよ、第一作。見たろはい。最初ロボットが砂漠の中歩いてくるじゃお二人で。はいはいはい。同じカットがあんの。え、なんだろう。黒澤明、隠し撮りでの三悪人。 えー、そうなんですかそうよ。私それ、それ、袖を見てないな。配役全部一緒なのよ。お姫様がいて、<う>お城から逃げ落ちて、若き剣豪と共に逃げるという。で、うん、敵方の奴が願いって、お姫様に協力し、お姫様が、その、お城を再興するっていう物語。スターウォーズです、それ。それは隠し砦りでの三悪人なんだ。<laughs> へえ、そうなんだ。つまりあれはジョージ・ルーカスが、時代劇に寄せた熱き思いが、 SF 映画なはもう、ここから入るよな。なんで、ジョージ・ルーカスともあろう者が時代劇に惹かれたかわかる<え>あのさ、あの、拳銃で撃ち合うのは、撮影方法は、カットバックなのよ。カットバックって何ですかカットバックって切り返すの。カナがピストルバーンと打つとこ取るわけ。はい。で、俺がバーンと打ち返すとこを取るわけ。はい。二回カメラこう、切り返すわけでしょうん。二度手間じゃん。はい。 チャンバラどうよ。<laughs> お前が剣を抜くまで取っといて、<laughs> 俺が剣を抜く前取っといて、<laughs> あと<ー>はカチーンって、つまぜリアーに入れば、ワンカットの中に二人が映り込む、うん、そして、剣銃で打ち合うより、はるかに力感があるわけ。うっって言うのが。力感ね。はい。 だから SF でもわざわざ、うん、あの一番の悪と戦うときは、やっぱり銃じゃなくて、日本刀で切り合わないと力感がという。うん、そうなんだ。うん。ちなみに話がごじゃごじゃして、何が正しいかわからないというような国際情勢のことをなんていうか知ってる国際情勢うん。わかんない。羅昇門っていうのよ。ええー え、そうなんですかラッショーモンっていう。嘘これはあの、あれです。芥川龍之介の藪の中を黒沢がラ生ショモンって映画にした。はい。一人の美女が二人の男に暴行されるんだけど、三、うん、人ともそれぞれ違うことを言って、実は真実はよくわからないという。て、うん、か、よくわからない。それのことをラッショーモン。ラッショモンラショモンラッショモンえー、知らなかった。さあ、話を元に戻しますね。えー、はい。 話をうずまさに戻しましょう。今でも、このうずまさでは、スケジュール主導の任を追う制作部が力を持つんですね。はい。その制作のテンポは変わりません。ここではスケジュールが主役なんです。はい、皆さん。うずまさでは、納期を守れない監督。はい。えから、時間通りに終わらない監督等々は、才能がないんです。そのスケジュール内で一本を制作する。それが、 うずまさで求められる政策なんです。だから、監督が凝って、公開日が伸びたなんていう、うずまさは絶対認めないんです。でけへんねん、あいつ。これだけで終わってしまう。<ー>ねえ。それから、かなり、これ覚えてないか。ロケ隊が出発するとき、本当に不思議なことに、制作部の女性が決まって横に並んで、車を見送るっていう。で、深く一礼した後、右手を上げてこ、こ